今日のイカれた偉人は梶井元次郎。代表作にはレモンがありますね。若くして亡くなった病弱なイメージが強い梶井ですが、実はこじらせ童貞でもありました。ある時梶井が知人と酒を飲み、かなり酔っ払ってしまった時、俺に童貞を捨てさせろと怒鳴り散らかしながら大の字に寝て動かなくなってしまい、そこで知人たちは近くの遊郭へ彼を初めて連れて行き、梶井はめでたくそこで卒業できました。しかしそれ以来梶井は時々その夜のことを呪うように、俺は純粋なものがわからなくなったとか、堕落してしまったとか言うようになりました。まあ知人たちからすれば、いや知らんがなって感じですよね。まあ皆さんはくれぐれもこじらせないように。ではまた。